す、2回回す、はい、はい、そしてそこでゆっくりと八大駅学習、お茶会をございます。八大駅を通して自分のふるさと、この茶碗を通して見せ直してほしいなという気がいたします。八大駅を起こした徳川斉昭公も茶人だった。で水筒のお湯はまた 2服目の時にね、いただくことにしました。お湯を半分ぐらい入っていきましょうか。はい、そうです。ゆっくりゾクッとかけますよ、はい、はいはいはい、そうです。はい、そのままスーッと持っていって、はい、そう、そしたら、失礼、はい、感謝をします。そうです、立てですよ。多いじゃないねえ、皆さん、うん、僕も美味しいわこれ。一服目はちょっと苦かったりとかしたんですけど、二、うん、服目からどん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 苦さがどんどん消えていって、どんどん美味しくなっていったので、で自分のお茶碗で作ったってこともあったので、とてもすごく楽しめました。自分の作った茶碗で、より日本のその和を味わえたと思う。家で作って飲んだんですけど、うん、その時は苦くて、うん、で今日やったら自分で作ったお茶碗なんで、うん、なんかいつもより美味しく感じました。混ぜることによってなんか苦さが収まって、うん、それに自分で作ったお茶碗だからより美味しくなったと思いました。これを親とか兄弟で家でやってみたいと思いました。伝統のある焼き物にこう挑戦している子どもたちの心が映っているせいかね、やっぱりそれなり の茶碗になってきたな。今回焼き上がった形を見ても、あ、これだったら抹茶碗って言えるなというふうな感じでしたんですね。世界の中に飛び立つ子どもたちに日本の文化をしっかりとやはり根付けさせる、そういう教育をこれから私もしていきたいし、それから多くの教育者の皆さんにも望みたいなというふうに思っております。3、2、1、はい、OK です。